赤番のホームに差し掛かって先頭は7番の金沢龍二、依然北日本ラインですが、残り2周を切って1コーナーからじわりとポジションを上げた6番の水谷、中部勢に続く2番の池田博史、北日本ラインを抑えたのは6番の水谷、そしてバックストレッチから1番の柿澤大輝は4番手中段を取っていきます。残り1周半、主導権は6番水谷です。後ろを振り返る6番の水谷、マークに8番柴田優也、そして2番の池田博史、そして中段が並走が続いて1番の柿澤大輝が内7番金沢龍二の競り合いに持ち込んで残り1周を切りました。さあ依然風を切る6番水谷ですが、これを後ろで牽制8番の柴田優也、この直後に取り付いている1番の柿澤大輝、関東ラインがぐんぐんとまくってくる。1番の柿澤、今日はまくりが決まるでしょうか。8番の柴田がこれを懸命の牽制、この間には9番稲村義臣が自ら踏んでくるが、抜けた8番の柴田、間を割って2番の池田博史だが、8番の柴田ゴールイン、8番柴田優也